また浮かれ競争のメンバーで旅行したいよな。どうも解剖さんの永見です。ということで、本日ナンバーグランド花月楽屋とでナンバーグランド花月に出演している先輩芸人さん、まあ、師匠方の方とそのトークするってことなんですけど、緊張しています。できたら、僕1向こう10人ぐらいいらっしゃったらね嬉しいんですけど、新喜劇座員さんとかでね、固めて迎え入れてくれたら僕も話しやすいな、パーティーみたいな感じでね。さあ果たしてそうなるのか、ちょっと入っていきたいと思います。はい、僕も NGK の寄席出演はしますけど、そんななんか NGK の芸人とかではないので。お疲れ様です。1回で止まってました。ここの鏡とここにも鏡があるんですね。ここに鏡が、はい、じゃあ3回着きました。もう間もなく楽屋に着きます。舞台衣装なんでね、革靴なんですけど、一応握りやすい靴履いた方が良かったかな。握れないもんな、もう革靴だったら。じゃあ入ります。失礼します。失礼します。何やねん何やねんってどういうこといやいやいや、何やねんどういうことよ。いや、その自分らでも分かるでしょ。何がいや、師匠方もう寝てますし。え、よく来たねよく来たねっていう、いやいや、僕大阪の師匠みたいな感じで思ってたんですけど。いや、でも誰が来るか知らないわけでしょ。全く知らなかったです。あで、いつも多分師匠が来たりするのかな。いつもあの言ったら最初は巨人師匠をやったりとか、丸亀ジャンゴとか何やねんは何なん。いや師匠かと思って緊張して損したわみたいなことか。はいとりあえず砂時計をひっくり返すもう砂時計ひっくり返すまではもう喋らないですねもちろん意外とそういうの厳しいから、ね、限りあるからやっぱり時間ってね貴重なんだ、まあね、やっぱり無限にあるみたいな、有限だから時間は。じゃあちょっとひっくり返させていただきます、はい、じゃあお願いします。よしじゃあ、あと、どういうことですか。これからだよ。どういうことですか。これはあれなの。だからさ、はい、その永見はいつもやってるわけじゃないでしょ。あ、違います。あの、たまにいつもは、うん、あの、あれです。僕の方が、うん、あの若手芸人が来て、1回目やったら丸亀ジャンゴとか、僕の相方一人で行った時もありますけど、うん、と、ナンバーグランドガイズによく出演されてる方が待ち構えてて、うん、なるほどね、みたいな感じで、あの NGK 出てる方って言ったじゃん、はい、今日 NGK の本公演15年目で初めて出てる初めてで今日メモリアルよ。だからそう、あ、そうなんですね。初めてで、はい、どうでした出来は。そのつかみみたいなね、はい、その2分ぐらい俺が喋るね、2分ぐらいフリートークつかみありますよね、が結構受けて、あ、これいけるんだ、あ、 NGK でもこの感じいけるんだと思って本ネタ入ったら本当にね滑ったね滑った、うん、いやいやいや、だからもうちょっといけるかなと思ったけど、なんか、うん、ザー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 って、ね、そうどっかはこれやっぱ甘いもんじゃないの、はい、いや、その話、うん、ちょうど僕らぐらいがする話です、うん、いや、ね、本当に神は受けたんやけどみたいな。師匠はしないでしょ。ありますよね、その最初のなんか知ってもらうところで受けてみたいな。そう受けるけど、なんか企画ライブは俺らもあるけど、はい、本公演っていうのはまた違いますね。結構さ、ちょっとなんか芸人の中でもさ、はい、ちょっと格が上がるというかさ、はい、本公演に出たらちょっと一丁前みたいなとこあるじゃない。まあそうですね、一回ちょっとそれもなんか親に言えるみたいな、 NGK だったよみたいな、
いやだからあの NGK 入ってっていつも企画ライブだからさ、はい、そんなにあのソファーのとこにさ普通の、うん、あの若手の芸人さんがいるぐらいだったんだけど、はいはい、今日はやっぱね、西川きよし師匠とかザ・ボンチ師匠とか阪神師匠が、はい、だからもうなんだろうね怖かったんだよねでも僕あじゃあその初なんですねナンバーグランド完全に初よ完全に初めてでも永見もなんか、はい、俺らになんか質問がありそうな顔してるねなんか、はあ、あそうだ、永見の質問を答えてくれとは言われてたそうですけど考えてきたの今あの想定してたやつをなんか入れ替えたりしてますもん質問ですけどめっちゃ気になることはいっぱい僕 YouTube を見てるんですよ鬼越さんのあ、はい、なのでそのよく YouTube されてるイメージがあるの で、うん、で僕らしてないんですよああ全くだきっかけとか、うん、その YouTube 始め結構早かったですかそうだねでも本当にコロナで、はいはい、全く仕事なくなったんだよそうですね仕事もなくなったし相方とはかろうじて会えるけど他の人たちと交流できないみたいになってはいじゃあ相方と2人でできることなんだろうっつって自分たちで取り出したのは初めてもんね2020年の7月に始めて、うん、あじゃあコロナ入ったそう完全にそうズームでもうやってモグラをモグラをズームで招いてなんかトークしてそれを乗っけるみたいなとこが始まって、うん、ああそっか今だって結構攻めたと言いますかあそう、ね、嫌なランキングつけられてる嫌なね誰も聞きたくないハイヒールのリンゴさんに言われたわあのあれあれやな主演のおっちゃんに聞いたら嫌な芸人ランキング教えてやそうですあれほんまやなほんまやないやそれこそそれ僕思ってました一番嫌やなあれってあれ、ね、挨拶が軽いみたいなあ挨拶、まあ印象が悪いそう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 警備員さんに聞いた態度の悪い芸人ランキングだから今SNS でさ地方営業に来た芸人さんが手を抜いてたみたいなあまあそうですねちょうどで俺らもあれ見てさひどいこと書くなと思ったけどはるか前にやってたやってること一緒なんですよ手抜いてる人をちょっと晒してみたいなでもあれ世直しだからねやっぱあれみんな見てちょっとやっぱ挨拶するなったの本当に確かにまあなんかちゃんとせななとは思いましたけど思うっしょでもそ、はい、そのねまたやり方が違うかもしれないよね。そのカメポスターでやる、カメポスターやるの、それとも個人でやろうと思って。あ、どっちもなんかあるなと思うんですけど、うんうんコンビでやるってなったらそれこそネタ上げたりとか、そのネタ動画見てほしいからなんか企画みたいな上げたいなみたいな。なるほどね。なんかそういうイメージはありますけど、一人でもなんか言ったら。あれチームができたらそうだ、ね、そうそうそうなんかいいなと思うんですよね、うん、大変だよ編集してくれたりとかそうそうチームをちゃんと作るまではね、うん、やっぱそうですね大変だよ、うん、あのだから壁ポスターとか永見を一番理解してる、うんはい、あのスタッフがついたら結構勝ちかもしれないその、はい、結構出演者よりも裏方の方の方が大事というかそうですよね、うん、だって撮って編集で結構めっちゃ時間かかるで路線も決まるじゃないですか。でまあ上手い下手もやっぱあるし、はい、でやっぱお金もさ一応ギャラも払わなきゃいけないじゃん。はい、ってなった時に最初って軌道に乗ってないから、ある程度自分の子たちのこと好きな人にちょっと最初お金払えないんだけど頼んでやってもらったりとか。はい、最初あ本当にそんな感じで始められたんですね。俺らはでもただ収益全部3等分しようって言って、その分頑張るからつって言ってやったけど、はい、もう最初のメンバーから全員入れ替わってるもん今。そう。いろいろあってね。そうだね、うん。YouTube 専門のスタッフさんになってきたから、その最初はテレビやってる人を入れたけど、やっぱテレビと YouTube が全然違うし、スケジュールも取れないし、はい、あとは多分今もし壁ポスターが YouTube 始めるってなると、YouTube はもう全芸人やり始めちゃってさ、そうですね。だから俺らの時ってまだいなかったから、まだコロナ始まってすぐぐらいですね。いわゆるなんていうの、はい、その。かっこいい英語で言うとブルーオーシャン的な、あまだってことは今はもうレッドオーシャンそうそうそうもう手ついてるようなそう、うん、だからもう壁ポスターがやるとしたらなんか一個システムを作って TikTok とか、うん、そういう方が
見てくれるかもしれない。もう YouTube ではなくて、うん、まあ、YouTube やってもいいと思うけど、 YouTube やっても今の風、はい、壁ポスターの漫才とか好きな人しか見ないと思うんだよね。あ、はいはい、あの今のファン、新しいファンが、はい、こういう芸人さんいてめっちゃ漫才面白いじゃんって思ってもらうんだったら TikTok とかの方が広げるってなったら、うん、自分が一番不得意なやつをやった方がいいような気する。そう、はいはい、まあ、それから YouTube に載せてもいいけど、そこの中の切り取ったりとかしてそれをショートで上げるとかね。なんかそれがバズったりしますもんね。同じ動画でも今ね、テレビとかもみんなショートで見てるのよ、若い子って、はい、だから TikTok とか流れてきて、ね、テレビの一部の面白いやつをさそこで見るから、はい、そこで結構人増えたりするんだよね。そうそうそう、俺らは YouTube にあぐらをかいて、あの TikTok とかそういう他のやつにあのもう並行してやるのをなんかサボっちゃってるから、はい、今若手が始めるってなったらもう全部一丁かみしてやった方がいいね。やった方がいいね。一丁かみして並行でスタッフさんも全部詳しい人とか、はいはいはい、それぞれ分けたりとかした方がもう任せてもいい人に。あと最初大事だからさ、今 YouTube って言ってたけど、はい、YouTube ちょっと廃れてきてるんだよ、はい、もう正直ね、だから、まあ、廃れてるというかもう、まあ、全員が多いからね、もう当たり前みたいになっちゃってるんです、ね、だから最初にこう軌道に乗んないとモチベーションめっちゃ下がる、士気が。はい、だから、いや、まあ、再生数につながったらそうですね。しずるの村上さんが始めたんだけど、ここ1ヶ月ぐらいで。そうなんですか。そう、一番最初に本当に又吉さんとか呼んでやったけど、はい、1万再生もいってないし、又吉さんだって普通行くじゃない。はい、もうそんな有名でしたら。そうで、仲良しの中その同期とかいろいろ呼ぶみたいな YouTube なんだけど、なんか最近はもうなんか誰呼びますかみたいな時に、いや、ニューヨーク屋敷、さらば森田、まあ、山添、兼近、その辺行きたいなみたいな。ただ人気者集めて再生数稼ごうとしてるんだよ。あ、もう、言ったらその内容とかそういうことではなくて、そうけど、まあ再生数ってなったらなんか直結するのそれのイメージあるんで、うん、それかもう趣味だよね、今まで隠してた部分を出す。はいはい、趣味ないんですよ、全くないし。漫才とかは好きなの？漫才を分析するとかするの？分析いいなって、もうその車がもう本出しちゃってるじゃないですか。 あとノンスタ石田さんとか、石田さんとか、もう別に僕が分析してももう誰かが言ってるやつみたいな感じにもなりそうですし、それを多分他のやってる子たちよりも先にやってったら第一人者だと思うね。そうなんだ、見た目も相まって、うん、完全に分析しそうなやつが、やっぱ才能に惚れてるやつっていうか、そう、山田邦子さんの点数を今から分析しますみたいなこっちが、あとあの永見が山田邦子さんを紐解いてったら、この人こんなことやって僕らとこんな共通点ありましたとか、その、ま、あの時ちょっとマイナスだったのをすぐ1ヶ月後ぐらいに上げたりするとめっちゃ興味あるから、ね、みんなめっちゃバズったとは思う、ね、それは確かに早いっていうのもなんか一個ありますよね。 YouTube 一回やっぱネットでこう噂になったとか、うん、ちょっとこう跳ねたような題材をモチーフにやると、はい、今で言ったら、栄養で手を抜いてそうな芸人ランキングとかもらってね、はい、やったりとかしたらもう撮ったりしてます。あの、いや、昨日撮ろうと思ったんだけど撮れなくて、撮ろうとしてます。それいないから本当に仕事できちゃうのよ。やると思ったのは手抜きそうで手抜かない芸人ランキングしようかなと思って、そこら辺のバランスがただの悪口になっちゃうじゃん、手抜いてる人さ、さらしたら。いや、ただの悪口も上げてる気がしますけどね一応気もやっぱ気付けるんですね、お題とか、うん、いや、確かにその YouTube、 まあその何でもそうですけど、うん、なんか手軽に始めないのはやっぱりその一回ユニットライブで3組で同期でやってるやつなんですけど、丸亀ジャンボとバッテリーズの3組 でそれでそれこそコロナ禍に入った時にこの3組で YouTube のアカウント作ってなんかやろうやみたいになって、でなんかその時はリモートでコーナーみたいなでやってたんですけど、もう6回ぐらい上げてもうやらなくなったんですよ。ああ、俺ら全く同じ道辿ってる。同期と1回やったもんね。ニューヨーク、鬼越トマホーク、デニス、摩天楼とかで、はい、フィッシャーズみたいになろうみたいな、はい、でもあれは芸人は無理だね。向いてない、多分あれは向いてない。あ、それは分かったんですね。そで、それでそのまあええかみたいな感じで7になったんですけど、うん、ですけど
YouTube には残ってるっていうか、なんかどっかずっとなんか黒歴史みたいな、そう、ね、別にそんなつもり、あの時楽しかったけどみたいな、めっちゃ恥ずかしいよな。だそれができるのが怖いっていう。あ、でも消そうと思ったら別に消せるじゃん、チャンネルで。ああ、まあで今なんか消した消したっていう人いるじゃないですか。あ、消した消したって。だそれなんか残ったりとかそういうのも怖いですし、だから本腰入れてやらないと。そうだね、きっかけを自分で作っちゃうっていうのもあるだよね。この YouTube 見てる人って一本の動画っていうよりも、はい、そのストーリー見てる人もいて、はい、例えば壁ポスターがもし今後上京するとするじゃん、はい、そしたらまあ自分たちのキャラじゃないかもしれないけど、はい、上京した大阪芸人のリアルみたいな感じで、なんかみんな家賃で苦しんでると聞きますみたいな感じで、僕たちぐらいで上京して不動産屋さん行ったらどのぐらいを言われて、どのぐらいに住む、どのぐらいのレベルの部屋に住むことになるのか、はい、ノンフィクションというか自分たちで撮りながら、ああこれこんな部屋で18万もするんすかとか、まあ、内見とかもこう回して、そうそうそう、大阪だったら大阪ではこのぐらいの家に何万で住んでましたとか、はい、で芸人以外も面白ってよりも芸人の生活から紐解く、なんか他の人たちにプラスになるような、はい、これ意外と誰もやってないというか、コアな情報みたいな、あそうだね。であんまり芸人って言いたくないじゃない、言いたくないじゃないタイプで、一般社会に溶け込める見た目だからさ、まあ確かにより目立たないようには いつもしようとはしてます ね。だから不動産屋さんに行って、だからその知ってますかってところも含めて、はいはいはい、やってないけど新たなファンはめっちゃ増えると思う、その応援したくなるというか。なるほど、そのこっちはもう YouTube 撮ってますぐらいで、芸人っていうのそんな言わずみたいな感じですか ね、まあ、でも細分化されてんだよ YouTube 自体が、すごいさ、だからみんなと同じような YouTuber みたいなことやっても絶対伸びないし、でそのもうほんと専門的な、筋トレなら筋トレのもうめちゃくちゃ専門的なの、お笑いだったらお笑いって、俺らもうお笑いに特化してるから、結構お笑いの YouTuber ね、はいはい、だからもう芸人好きな人しかもう見ないとかさ、今ってその芸人でも何個もチャンネル持ってる方がいらっしゃるじゃないですか、そのこのネタを上げるやつとか、ゲーム実況するやつとか、なんかファッションのやつとか、なんか新しくなんか違うジャンルでみたいな考えたりするんですか。あ、でもそれもやろうとしたんだけど、はい、エロを、エロ系の案件を受ける広告をつけずに、なんか案件を受けてエロっぽい面白エロ動画みたいのを撮っていく専門チャンネル立ち上げとしたけど、やっぱエロが厳しくて、はい、規制が残念したね。ちょっと見たらバンされるからさ、あーそうか、そこら辺も難しいですね。バンとか、あと収益化できなくなる、すぐ黄色のやついて収益化できなくなるのよ。うわ、なんかよう聞きますね、収益化できなかったですっていうの。金稼げないエロなんて何の意味ないじゃん。そんな確かにそう、エロいことを言っただけ、ただ好感度下がるだけ。そうだね、そんな意味ないからね。ネタとかだとさ、はい、単独ライブとかだとまあ迷惑かける人もいるけど、自分たちの努力でなんとかなる部分もあるじゃん、漫才とかだと。自分たちが頑張って、はい、自分たちでやれば他人にそんな迷惑かかんない、はいはいはい、でも動画撮って編集を他の人に任すとさ、その人がお金稼げないってこともただ働きになっちゃうから、はだからその考えは変わったね。面白いことっていうよりも、もう儲けられることみたいな、はい、ほんまに小さいテレビ局みたいな感じですよ、チャンネルってもうほんとチームでやってるってなったら、意外と自分たちが面白いと思ったことが動画伸びなかったりするからさ、あそれも結構食らうんですか、これ伸びへんのかみたいな。あ、思うね、最初の頃は。でも今はもうまあいいやってもう割り切って、はい、違うやつこういうのって、でなんとなく傾向も最初はやっぱ本当にテレビで見れない、やっぱり俺らで言った毒舌とかさ、はい、あテレビで見れないようなやっぱ悪口とか、そういうのやっぱ求めてるんだよ。まあそうですね、 YouTube で見るとしたら、はい、ある程度緩いじゃんテレビよりかは。はい、でも何でも本当に大好きなお菓子ランキングベスト3とか、そんなかまいたちさんとかしかもう伸びないわけ、はい、で、まあ、チョコプラさんとかもいろいろ変えたりやってるけどさ、ってなってくるとやっぱ自分に合ったものというか、いや確かにそれ求めて見てますもん。そのだって普通に YouTube の動画内でこれテレビで
カットされた悪口だけどみたいな感じで言ってるじゃないですか。それ見れたってなりますね。男感がないとさ、はい、でサムネでちょっと怖くするというか、本当に嫌いな芸人ランキングとかあそう中は別にそんなにあれだけど、もともとサムネとかで、まあ、本当にカット地上波でカットされた喧嘩ランキングとかそういうやつがやっぱちょっとクレイジーな感じとか、あと紫色を使うと俺らの意味これなんかちょっと、うん、ちょっとマガマガしい感じの大したことないんだよ多分ないんだけど完全イメージだから、うん、確かに再生させるためのとか、ね、なんか損したことはないですか、その結構攻めて、うん、まあそれこそ言えへんのか。あでも呼び出されたことはある、あるね、ある、まあでもそれは俺らも悪いから、うん、でも知識もなかったね。だからそのこういうのを使っちゃいけないんだとか権利的なそうやつ、ね、だから吉本内だったら大丈夫なんだけど、多分他事務所で、いやでも吉本内でもあるらしい。あまあまあもちろん、ね、上の人はね、ちゃんとだけど他事務所の方とかは絶対に一報入れて使わせてくださいとか、サムネとかね、はい、やんないといけなかったけど、俺らも最初分かんないからスタッフさんがこれ聞きましたけど、いいじゃんこれってなってあげたら、ちょっとやっぱ、うん、まあ問題になったりとか。だほんま会社ですね、それこそチームの中でそうチェックする人がいたら怒んなかったことですし。つか今その満劇とさ、はい、西の満劇で東はじゃあ満劇に当たるのが神保町じゃない、はい、そうですね。壁ポスターも一応もし神保町芸人と同期ぐらいどうでしょう。今神保町の一番上の、うん、キーと同期です、うん、素敵じゃないかとか19期、うん、そうですね、東京で言うと僕が36期なんで大阪の、うん、そこが一緒ですね。もうちょっと革命が起きてる部分があって、神保町芸人って俺らの若手の頃と違って、はい、なんか一発 TikTok とか YouTube で当てて、はい、もう食えちゃってるのが何人か、食えちゃってるとか何百万も稼いでるのが、なんか YouTube で稼いでる人いてるらしいですね。板橋ハウスとかね、そうそうそう、はい、東京で言うと、あと TikTok でも何だっけ、満腹ユナイテッドの松下っていうのが、はい、今俺らなんかただ EXIT の兼近ってやっぱめちゃめちゃ知名度あるし、はい、人気者のイメージあるじゃん、はい、最近だと兼近とその満腹ユナイテッドの松下が二人で歩いてたら、松下さんだって松下の声かけられるってこともあるじゃん、それ分かんないじゃん俺ら世代は。はい、若い子はめっちゃ見てる、うん、TikTok とかを。でもただ相方がいる分これやっぱ格差出ちゃうじゃん正直。あそっか、松下とあと狩野っていうの、狩野が、はい、うん、で二人でやってるんだけど、ほんとこれかわいそうだけど、松下が他のなんか TikTok のライブ他の人と2人でまあライブやりますみたいな、はい、時はお客さんパンパンにやるんだって。あだけど満腹ユナイテッドとして2人でなんかライブやりますって時には絶対変じゃないって。いやそこそういうのもやっぱ、バランスは悪くなっちゃうよコンビの。1人でやるとね、1人で金稼いじゃうと。そうですね、でちゃんと話し合ってないと、それこそなんか M1 も頑張りたいみたいな、あそうそうそう、コンビやったら難しそうですね。確かに M1 頑張りたいってなったらそんなに始めないって選択肢もありだとは思うけどね。でも始めない、ただなんか全部並行してやっといた方がいいっていう考えもあるから、うん、でもどっちにしろチームさ、まあ、コンビとあ、はい、支えてくれる人がいたら、こっちは M1 の時期だから頑張るけど、はい、うん、あじゃあ僕らは それに付随してこういう M1 とに支障が出ないような動画撮っていくんで、はい、それだけお願いしますってチームがいたらめっちゃ楽だと思うんだよね。どうであったんですかそれ。でもそれもう何回ももうその編集してくれる人図手が図手に連れてきたり、俺面接してるからずっと、うん、そうだからその何人もいるんだけどやっぱダメだダメだってなって、はい、その後誰かがオンラインサロンやってるの俺ら。あはい、そうオンラインサロンのメンバーの人がちょやりたいですって言って、ね、他の YouTube やってる人とかからじゃあ金払うんで来てくださいよっつって俺面接というかもう Zoom でもう面接して、はい、でどういうのが好きですかとかもう結構スケジュール空きますかと。忙しい人はねきつい、こっちも忙しいから合わないよ予定が。あまずそこでストレス溜まるのよ、はいはい、余裕がすぐ取りたいってやるじゃんたまに、はい、そうだからある程度時間ある人 でその分儲かったら、まあ、もちろんお金も差し上げますって言って、それで今のメンバー結構固定で1年半ぐらいやってるけど、その前も入れ替わり立ち替わり結構やってる。そうなんや、めっちゃ自分のこと好きな人を入れるか、それとも冷静に
はい、鬼越トマホークさん、お笑いにそんな興味ないけど、そんな中で今のじゃあ壁ポスターとか鬼越トマホークがこういうことやったら、はい、あの興味あるんじゃないですか、はい、一般の方はって見れる人がいいかもね。どっちかだと思う。ちゃんと跳ねるってなったら、うん、どっちかが両方入れるか。けどもう YouTube そんな気軽にやりたいな。なんか別にその好きなことやるだけだみたいな。例えば、うん、あのね、佐田さんとか、あのバッドボーイの佐田さんはバイクとか、はい、そのなんか DIY じゃないけどいる。で、あのパークブーブーの哲夫さんはね、まあ、あのプラモデル、プラモデル、はい、とか。どんなやったら面白そうですか。さっきの話。趣味ないんだよね。そうなんですよ。唯一あるとしたら、お笑いとか漫才以外。都市伝説好きとかさ、ないの。あ、今日見まくってあります。都市伝説とか、あ、なんか永見のキャラだったら語り部としてさ、めちゃくちゃ雰囲気あるからさ。いや僕本当にその、うん、がっかりされるんですけど、うん、その覚える能力がないんですよ。あ、インプットが弱いんだ。そうです、めっちゃ見るんですよ、都市伝説とか、 あと怖い話とか、吉井正夫さんのチャンネルとか、都市伝説、直木マンとか、直木マンね、はい、とかよく見るんですけど、その友達に最近めっちゃ見てるわそういう系、何面白そうなやつあったって言われたら、何喋ってたっけ。あれは確かむずいよね。もう一個も喋れないんですよ。ああ、っていうぐらい、そのなんかもうそこでもう見てる時だけでもう満足しちゃってるみたいな、時間潰しとして見ちゃってるのかもね。そうね。ああ、特殊、多分自分で喋ろうと思って、はい、見るとしたら多分相当と、あの覚えなきゃいけないから、はい、そうだから人から聞いた話とかもさ、エピソードトークってさ自分で体験したことを言うじゃん、はいはい、だからバーって出てくるんだけど、聞いた話出てこないんだよあんまりね。あ、それなんすね。そうだから実際体験してるのが一番いいんだけどね。でもまあ相方でやってほしいっていうのはあるだろうな。まあそうでしょうね。なんかファンの方もそうだと思いますし、相方大事にしないとやっぱコンビは結構その、ハマちゃん、ハマちゃん、ハマちゃんって読まないでください。相方のハマちゃんね。ハマちゃんって読まないでください。吉本のハマちゃんね。ややこしい。万劇のハマちゃん。万劇のハマちゃんやったらよかったです。そう、万劇のハマちゃんです。そうか、はい、寂しくなっちゃうんだよね。やっぱさ、兄さんとかも解散する人もいるし、いろいろあるじゃない。でやっぱり仲悪くなったりとかさ、どっかのきっかけでそういう金稼ぐとか、はい、どっちかが何かで跳ねるとか、そういうのが結構きっかけになったりするじゃない、はいはい、だからできるだけ俺らはそのめっちゃ意識してるのも、相方と一緒にコンビでやるっていうのを、はい、意識して、テレビとかオファー来たりとか、他のやつも相方もいいですかとか、うちもやりますかとか、はい、そうできるだけそういう風にはしてて、 YouTube もだからできるだけ2人でやるっていう。あ、絶対にさ格差出たらさ、もうさ下の、まあ、金もらってないやつとかふてくされるし、もう、はい、妬みそねみができるから、バランスがめっちゃ悪くなるのよ、はい、ってなった時にやっぱりネタもね、いい影響を与えないだろうしっていうのは。確かにそのやるなら2人がね、ロケ大阪の番組でさせてもらうんですけど、うん、違う、2人でロケ行ってる時に、うん、そのあ知ってる、うん、探偵やスクープやってるね、ってなってる時の、言われてる時の僕、浜田の顔見れないです、うん、あそのなんかどうしよう、ちょっとボケようかな逆にみたいな。だけどもう別にこれ何回もあるんで、逆にもう触れるのもうやめとこうみたいな感じになってますね。それ思ってる時点で優しいけどね。多分仲悪い、極限まで仲悪かったら、はいはい、ざまみろとか、はい、ざまみろとかも思う、まあ、思う人もいるんか。相方がどう思ってるかも思わない人もいっぱいいるかも、ね、それもちろん。その最初あの本当にテレビで僕初めて見させていただいた時、うん、喧嘩乗りのやつだったじゃないですか、うん、あれなんかもともとほんまに喧嘩しててみたいな、そうだ、それがきっかけで生まれた芸って聞いたんですけど、うんうん、東京の吉本の本社って小学校の跡地みたいな、あ、はい、まあ、そのまま使ってるから、その体育館があって、はい、その体育館はもう24時間いろんな芸人がネタ合わせしていい時期みたいなのがあった。あ、はい、例えばジュニアさんがいたりとかするけど、1年目の若手とかもいるみたいな、はい、でもうある意味憩いの場所、楽しいみたいな、あ、芸人やってる感がそこに来てるみたいな。わかります、わかります。わちゃわちゃしてるから。で、俺らも単独ライブ、いや初めてやるんじゃなくて、やれって言われた時だよな、ね、強制的に。大喧嘩してね。で、いろんな芸人がその憩いの場所で、あ、いろんなネタ合わせとかしてたのに、俺らが大喧嘩して止めに来て、はい、そこで暴言吐いて、そんなウケないよ、はい。とんでもねえ若手がいる、無礼な。
ってなって、はい、でいつの間にか体育館も使えなくなっちゃったんだけど、そう今もう使えない今使えない全く。えそのせい、そのせいなのかもしれない聞いたことはないけど1個の要因かもしれない。5年目ぐらい、うん、4,5 年目まで使えてたから。で、本当に事件みたいになったけど、それをジュニアさんがね、そう値段にしてくれて、そう番組でやろうかみたいな。そこで終わってたらただただブレない人だもんね。やめようって言ってたの本当に、うん、もう人にもやっぱ本当暴言吐きまくってて、でみんなで最後もう冷静になっちゃう謝りに行ったんだけど、本当にやばいやつがいるみたいな、ああ、はい、東京になってみんなが鬼越マジでやべえよって。多分俺らぐらいじゃ最後喧嘩とかさバッチバチでやるよみたいな。コンビ同士の喧嘩はあったけど、はい、他の人を巻き込む人はいなかったんだ。ああ、うん、まあその体育館っていう場所もあって、あ そ, うえそれでめっちゃそのイメージあったんで、うん、ですけど初めてそのお会いした時沖縄かな。あ、そうだよね、去年かなんか沖縄の、ね、のイオンモールみたいなのがあったですよね、デパートみたいなとこね、はいはい、なんか仲いいなってめっちゃ思ったんですよ。本当にね、このようにネタ作りとかネタの会議さえなければずっと仲いいそうだね、だネタが不得意だからもうイラ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 しちゃうんだよね、はい、そのネタ作りっていう時だけはそうなんですよ、うん、そうそう。でも普段めっちゃ仲いいし、もともと仲良かったんだけど、あのもう年々仲良くなってる。こう、そうだ逆だよ、他の人がこうなってて、今もうそう一緒にこうなってメインの方がもう本当に一人の人間としてこうまあでもそうだよ ね, そうだね、まあでもそうだね、昔はね不得意なネタとかも頑張らなきゃっつって、そうもうなおめえが考えろよって、おめえが考えろよとも言わずに、俺が考えた通りやれとか、そういう他の芸人がやりそうなことをやってたんだよね、そのちょっとストイック芸人みたいな、はい、どっかでちょっとこれやりたくないっていうのもちょっとあったんですよね。そうやりたくないけど、やりたくないって言えないじゃん、その、はい、若手の時ってもうみんな、そうそう、なんかや何でもやらないといけない、うん、売れるためにはってやるけどさ、一番いいのはさ、一人がネタ考えて、もう一人がそれじゃあはいって言ってついて一緒に考えるのが一番もうベストとかすぐあれじゃん、はい、お互いに別にそんなに考えられないから、お互いにこうやるんだけど、はい、ずっと一緒にいたわけ、10時間とかとネタ作るのに時間かかりますよね、めっちゃかかるじゃん。で一行進むのごとにさ、こうああでもないこうでもなってて、で、じゃあお前考えて、いやいやお前やれよみたいな、そこの喧嘩でむちゃくちゃ喧嘩したの本当に。はあ、うん、で今は結構その向かってる方向がなんか一緒って言いますか、思ってるのが一緒なのに、もうこの状態みたいな。そうだね、みんな賞レースをあの目指して、俺らもそれだったんだけど、その道が向いてないってことをやってって、はい、多分向いてないんだろうなと思ったんだけど、はい、でもなんとなくそこは逃げちゃダメだ逃げちゃダメだみたいな、それで喧嘩が起きてたんですよ、はい、多分。いや、それこそ賞レースの話とかもめっちゃ気になってたんですけど、うん、落ち切りましたね。落ち切って、はい、全然あと1時間ぐらい喋れるいいんですか、あとじゃああと10分ぐらい、いやいや、まあまだね、賞レースで僕2、3分とかいいよ別に。そうだね、賞レース、あ、その、うん、去年か2年前とか M1、 今年、うん、今年出てないんだよ、出てないね、今年エントリーはしたんだけど、はい、で出ようっつったら、はい、いやもうそこ今年、ね、出ないっつって、なあ出ないっつって、7年ぶり単独ライブやったのよ、単独ライブやってネタあるのよネタあるのよ、でもちょっといろいろあってね、いろいろ、あ、いや、まあ勝てないっていうか、まあそのいろいろ、まあ勝てないと思ったし、はい、まあまあ単独ライブで配信なしでやったネタをそのまま賞レースではできないなって、はい、あの放送禁止用語とかが多くて、ああ元からそういうで、そういう放送禁止用語で笑いたいのが今の俺らのファンなんだってなって、いや変換をどうやって、もう俺がそっちの方が得意っていうかさ、そういうの言いたいのよ、はい、だからすごいなと思う、その放送できる上で面白いことを言えるっていう人たちが、あ、ちゃんとその選んで、そう、そうだね、展開の話題じゃないんだよね、あのだってちゃんとした場だと、あれってさ、 M1 の俺システム分かんないけど、はい、ちゃんと提出するの、こういう内容をやりますって一応、決勝とかですか、うん、決勝では、あ、なんとなくこのネタをやるかもしれないですみたいなのは、そうですね、だって全部アドリブでやらしちゃったら何言い出すか分からないじゃん多分。そうですね、一応なんかそのこのネタしますって動画は出しますけど、うん、まあ
本番始まったらもう止められないので、まあまあまあ、もしかしたら今までのその方で出したネタと違うのやってるみたいな人はいるかもしれないですね。でも多分1回ぐらいはテレビかなんかでやったことあって信用があるネタを持ってる人たちは選ばれてるとは思うんだよね。ああはい、まあ言わないだろうなそういうことはみたいな。純潔のネタとかさみんな見てるわけじゃん、はい、多分本当にヤバいやつやったら DVD オールカットとか何だろう呼び出されるかもしれないもんね、はい、そうそうそう。だから歌とかね、歌とかも DVD ってあの NG じゃん。はい、難しいね。カット同様とかさ、それこそあの今 YouTube 今の時期3回戦の動画上がってたりしますけど、うん、あの3組ずつ上がるんですけど、うん、やっぱ一組だけめっちゃカットしまくられててみたいな、ね、なんかそういうのあるんで、うん、でも鬼越さんのそれも見てみたいですもん。そのさ動画上がって楽しみに見ようと思ったら、あ、もう終わったみたいな1分ぐらいやってる。何言ったんやろだけどなんか言いかねえへんもんな、ね、みたいな。言いかねえ、ね、お客さんの前だとね、うん、テンション上がっちゃって後で後悔するんだよね。そうだから元からそういう賞レース用の値段向いてないんだよね多分。そうでよく後輩とか、はい、あの竹馬とか言ってくれるのは、はい、もう爆笑問題さんみたいな時事切るやつで、はい、ライブでやるだけでよくないですかみたいな、はい、そんなに気にせずにみたいな。でそれを単独ライブ結構やったら、まあ、受けるんだけど、はい、もちろんなんか賞レースとかさテレビではできるようじゃないから、はい、なんか単独やってきつかったんだけど、まあ、そういうのもありかなっていう、そういう道もね、はい、思ってるよね。いや見てみたいですね。それでもこのギリギリを攻めてる。ああそうだね。ウエストランドさんとかも、まあ、そうだね、まあ、ちゃんとシステムにしたもんね、はい、ただ悪い。あと固有名詞そんな出してないもんね。あそこ YouTuber とか大きく含って大きくだったらいいんだろうね。そこら辺もなんか戦略的ですもんね。 あれで今年は今出てるんでしょ。あはい出てます。出てるだろいやいや確かにその出てないですって言ったら今止まってたよ、ね、芸人では聞かれない質問でした。そ それこそ YouTube にしてほしい。カイポスター今年は出ませんってなあいう動画1本目で上げたら、はい、再生は回っちゃうと思う。確かにね。なんでみたいな。ああそれで笑い。なんで出ねえんだ。スーツで謝罪動画みたいにしてカイポスター今年は M1 出れませんみたいな。それは確かにそういうのが回るよね。だ今これ自分らが何言ったらウケるかみたいな、うんうんうん、なんでしょうね YouTube、うん、ちょっとそこら辺も考えてみます、うん、そうだね。あとはノンストレスでできるか、めっちゃストレスでストレスかかるけどバズることをやるのか、はい、どっちかなんだよ ね。 で YouTube そのたまたま趣味が好きなことで当たっちゃってもう無敵状態の人結構いる。結構いるね。まあコンビでそれやってる人はあんまりいないけど、はい、確かにそうですね。一人でやってるイメージですね。ただそう、永見が相方を大事にするか浜ちゃんのことどう思ってるか、やっぱりここ相方に取らせる人が一番いいと思うけどね。あそのあ世間ツッコミみたいな、世間知らずとか、そう TikTok を地域が撮って、あの沙織ちゃんをね、沙織、うんはい、が出演者みたいになってるけど全部自分で編集してる地域が、めちゃめちゃいいよね。そうなんですね。地域を画面で見たい人はそんないないじゃん。それを地域も分かってるんですね。そうそうそうちょっと YouTube も、まあ、まあちょっとまあ一応考えてみてよ。そう、ね、考えてみます。あの、思ったよりこう入ってきた時よりも、うん、あ勉強になったなって思いますそう漫才の話とかネタの話しなければね。いやめちゃめちゃ勉強になりました。でも興味あるんだよ、ま、俺 M1 一曲制それしか入れたくないですっていう芸人だとみんな、うん、めっちゃ YouTube は見てるんで そうだね、それこそ自分もやってみたいなって気持ちあるんで、うん、ちょっとそのめっちゃ勉強になりましたし、その誰にもなんか聞く機会もなかったことやったんで、まあ、はい、カフェポスターももしこのまま M1 撮ったとするりゃ、はい、撮った後にその悩みというか来るかもね。あれこれ目指す場所がもう漫才ではないプラス、はい、それが単独ライブとかなるかもしれないけど、なんか一個こういうことやりたいなっていうのは壁はみんなチャンピオンでもあると思うね。恥ずかしい恥ずかしい。あの僕らのコンビ名がややこしくてすいません。こんな事故が起こりやすいんですよ。有吉の壁ポスター的な。なんで有吉のがつくんですか。まあ、車もそれ言ってたから、やっぱチャンピオンになってちょっとその燃え尽き症候群みたいな。一回賞レースでこう熱くなりすぎたら、そうなんですかね。そこまでいろんなことやった方がいいかもしれないね。一個もないの。
多分好きなスポーツがあって、その例えば野球のこのチームが異様に好きですみたいなとこ、ない、勉強が得意でめっちゃあの大学とか高校とか受かるテクニック分かりますとか。あ、本当お笑いなんすよね。お笑いだと誰が好きだか、正直に誰を研究してもともとサマーズさんが好きだった。ああ、それめっちゃいい ね。大阪芸人が紐解く関東芸人の魅力みたいな。ドッキリ出てたよね、サマーズさんね。ああ、そうです、サマーズさんのチャンネルで、はい、そうなんですよ。だ結構今その大阪の芸人いっぱいいてるんで、東京サマーズさん好きやったりとか、そのラーメンさんが好きで芸人だったっていう人とか。だからそピンポイントでその芸人さん深掘りするのどう？それだったらあれやんじゃない？それ俺らがやってることなんじゃない？そこまでやってないじゃん。反省とか、反省だけだから、そう分析する、その人たちお笑いを分析するとかさ。ああ。そう、人たちをね。ホワイトボード好きだもんね、YouTube の人たちは。そうそうそう。言えるかな。車とか漫才とかじゃん。その言ったら。はいはい、はい。お前芸人を、芸人と個人のやつをっていう、とか。ここ好きみたいなところ。そうそうそう。その人のファンの人たちも見てくれるし、お笑いファンはね、長見が言う説得力もあるじゃん。やっぱり。確かにそのめっちゃ考えてそうじゃん。そうなんか、はたから見てもこいつ可愛いなとも思いましたそんな好きって言ってるやつ。そうそうそう。ああ、え、ちょっとうわ、まあ、もうちょっと ありがとうございます、本当に。壁ポスター長見のサマーズチャンネル、サマーさんの専門のサマーズさんのみになっちゃう他の方も好きなんで、頭打ちになっちゃう、うん、三村さんの好きなツッコミランキングとか。あ、そういうこと聞きたいけどね、なんとかかよみたいな。まあね、わ、そうか、そういう今までそんな何か話、はい、まず話し相手がいないっていうのがあったんで、 そうだね、そういうのも全部いいよ。そういうのぶつけるのもいいかもしれない。意味わかんないツッコミあるもんね。終わりとかさ、ツッコミでもないけど、うん、色を言ったりそうだと思うんですよ。赤そういうのでもいいんだよね。ああ、確かにそうか、はい、すいません、すみません、めちゃやりながら全然もう無視してやっちゃう。間長いもんね、 NGK は。あ、そうか、この後そうですよね。意外に2公演なんだよね。3公演だと思うんですよ、今2公演。あ、ね、日によるんですよ、2やったり3やったりと。もう1個山里さんのライブ、夜ライブがあるから。あ、そうなんですね。それもこれから、そうか、 NGK もちょくちょく出られる。また来月も多分入れてる。あ、でも、そうなんですね。ちゃんとネタを向き合うらも、いや、それ2分か3分ぐらいのネタがないと5分ネタって。あ、最初の、そう、今5分で作っちゃって10分ぐらい、つかみ5分、つかみというか普段のトーク5分で、もう一回座っちゃいそうや、そう10分ネタをやってるんだけど、5分ってなった時にこれ 5分って怖っ。ショーレースのままやる。もう最初全然自己紹介みたいな。あ、もうネタすぐ入っちゃうんだ。一回何回かチャレンジしたんですけど、これマイナススタートになってるなってなって、まあ、自己紹介がそこら辺がちょっと苦手やな、自己紹介苦手やなってなったんで。そういうことか。でもう、うん、もうスッて入ろうってやった方がネタの中で、そのネタの振りの部分でなんかちゃんと分かりやすかったらちゃんと聞いてくれたりするんで、 NGK のお客さんも結構ちゃんとこう見てくれるもんね。はい、これがそれでトップバッターで俺ら出てったらやっぱちょっと喋んなきゃいけないから、5分ネタの時に結構きついね。2分ぐらいの本ネタって意外と持ってないから、はい、でそれこそその NGK に鬼越さん出られるってなって、で大阪の鬼越さんファンの方は出るやん、何聞けるんやろみたいな。そう、時事ネタやれみたいな感じはあるぞ。はい、なんかそう思われてる。関係ないことやってほしいって、うん、はい、でもすんごいスマートなネタ。そしたら そこまで受けてた時急にみたいな。そうだね。そこまでとの落差がすごすぎて、多分。あ、これちゃんとまだネタやるんかいみたいな。そのなんか延長線上のなんかネタやったらいいのかなみたいな。なんとかやるからなんとかやってって言った瞬間に、あ、こう、あ、こういうネタか、こういうネタかっていうね。喋るのはいいのかな。いや、もしかしたら楽しみにされてる方多いかもしれないですね。掴みのまんまというか、過激なことやるわ、ちょっと頑張るわ。うわ、見てみたいな。配信では乗らないような。ありがとう、ちょっとありがとう、ありがとう、いや、ありがとう、ありがとう、すいません、本当にまたありがとう、またまたそのまたお会いした時にその相談乗ってください。また YouTube 出てね、また YouTube 出て東京来た。あ、ぜひお願いします。ゆるいお題の時に、そうそう、反省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 、喋ることないかもしれないですけど、またお願いします。ありがとう、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
失礼します。楽しかった。